ザ・スペルバウンドは2020年に結成された日本のロックユニット略称スペルバブンブンサテライツボーカリスト川島道幸の成長後約4年の月日を経て2019年4月20日に中野正幸が自身の SNS 上で新バンドボーカリストを募集一番乗りでザ・ノベンバーズの小林雄介が応募し2020年12月15日結成 2021年1月13日より活動を開始。2021年5ヶ月連続新曲をリリース。小林祐介ボーカル、ギター、ザ・ノベンバーズ・中野正幸ベース、プログラミング、ブンブンサテライツ・福田洋子ドラム・大井和也ドラム、ブンブンサテライツの音楽アルバム、トゥー・ザ・ラブレスに収録されている曲名から、同バンドのボーカリスト子、川島らしさも残し、 中野と小林の二人で数ヶ月かけて考え、決定する。2020年2021年。ありがとうございます。